なんかこれ見てたらさ、予測ダメージ20万いけそうなんだよな。ちょっと目指してみようかな。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、スターレジェンド10連ガチャの方を回していきたいなというふうに思うんだけど、あのね、俺、勘違いしてた。俺、水属性だけなのかなと、昨日見た時に火属性アップみたいなこと書いてあったから、火属性だけなのかなと思ってたんだけど、このスターレジェンド、下見たらさ、デレレレレレみたいな。俺90円ガチャとかも回さねえからさ、あれこんなんなってんのと思って、びっくりしたよ。俺、昨日の夜かな見て、あ、こんなんなってんだ。すごい便利になりましたね、スターレジェンド10連ガチャ。今後6連ガチャとかだったらこんな風になるのかな。しかも、水属性とかを確定してるみたいですよ。俺、確定みたいで、さらにですね、ちょっとこう、見るじゃないですか。例えばだけど、火属性の芝、やっぱみんな欲しいですよね。火属性の芝とかが 3% でもらえるみたいなんですよ。すごくない？ 3% の確率だったら、引けるかもしれない。100人中3人だったらね、もう、これは、なんかうまい例え思いつかんかったわ。すごい、良さそうなので、今回はちょっと回していきたいと思います。で、僕が狙うのは、まあ皆さん、まあ火属性は違うなって思ってたんですよ。うん。で、僕、すっげえ欲しいのがあって、まあ皆さんちょっとわかるかもしんないんだけど、ハールート、マールート、2パーなの？ハールート、マールートの方を狙って回していきたいなというふうに思います。いや、これがあるとないとで、やっぱり連撃率とかでね、うん、ちょっと変わってくると思うんで、ぜひとも早めに、取得しておきたい石の一つ、ハールート、マールートを狙って、今回は僕は光属性のスターレジェンド10連ガチャを回したいと思います。いきますか。2% か。俺、芝 3% だから、あ、ハールート、マールート 3% なのかなと思ったら、2.4。行くぞ。光属性 SS レア確定10連ガチャの購入に進みます。はい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 。あ、出た。リロードしたら出たわ。はい、じゃあ行きます。来い。ちょっと出花くじかれた。ちょっと出花くじかれたけど、この虹の輝きが私を狂わせる。行くぞ行くぞ。ハールート、マールート、ゴー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 。まあでも、フェイトルーラーといえば、光の憎悪ですよ。僕が、まあこれツイッターで見たんだけど、光属性で、アルティメットバハムート HL ソロクリアしましたっていうような方が、水着憎悪じゃない、光の憎悪を入れてらっしゃったように、僕は記憶しております。まあ、これちょっと引用とかしなくていいと思うんだけど、僕がツイッター見た感じだとそんな感じだった。はい。そんな、憎悪ですね。まあ、こんな感じでね、ちょっとこう、なかなか面白そうな敵対心大幅アップとかね、なかなか面白そうなキャラクターだったんで、実はずっと欲しいなっていうふうに思ってたんだけど、ついに入手できたということでね、まあ、お望みのハールート、マールートは入手できなかったものの、まあ、新キャラクターだったので、スターレジェンド10連ガチャでは当たりだったんじゃないかなと思います。皆さんはどんな感じのものを引きましたか？まあ、良ければ下のコメントに書いてみてください。ということで、僕のスターレジェンド10連ガチャでした。またお会いしましょう。さよなら。バイ。